なんとかしてくれるうちのご飯。はい、チューリッププリンセスです。皆様今日も一日お疲れ様でございました。今ちょっとすべての扉を開けっぱなしにしていて、すごい生活音が入っちゃってたらごめんなさい。今すごい勢いでね、ドラム式の洗濯機が脱水かな、なんかすごい音を立ててます。なのでもし入っちゃってたらごめんなさい。まあリアルな感じでやっていきたいなと思います。40代の、チューリッププリンセスです。都内で専業主婦をしております。ただいま4毒抜きの植物油、乳製品、小麦、甘いものを、全てやめるっていうストイックな食事法をやっていて、もともと体にいいものを選んで食べたりするのが好きだったんですけれども、最近ますますアレルギー体質など改善したいっていう思いから、4毒抜きにも、チャレンジし始めました。その様子を、毎日アップしています。で、まあ一応前からね、食べるものには本当に気をつけているので、こんな感じの、スタイルを維持しております。よろしくお願いします。地味なご飯が続きますが、ご容赦ください。こちら私が作った、切り干し大根ですね。こちら、ずっともう毎回の食事やってるんですけれども、こちらはね、いよいよついこの間の金曜日の1食目まで今来ました。こちら私はほぼ初めてぐらいかな、手作りで作った切り干し大根、詳しくは1個前の動画で、そしてこちらが、大根おろしに、なめたけですね。こちらは、こだわりのなめたけかな、小林農園、元祖こだわりのなめたけ、無添加。で、そしてこちらが、大地の、釜揚げしらす、愛媛県産の、美味しいツインパックになった釜揚げしらすに、ポン酢ですね。ポン酢は森田醤油のポン酢か、今コボックっていう、お砂糖とかも入ってないポン酢、どっちか使ってます。で、こちらはね、焼き海苔です。味のりはね、やっぱり添加物だったりとか、お砂糖とか油とか調味料とかね、ベタベタついてしまっているので、焼き海苔にいいお醤油をちょっとつけて、ご飯に巻いていただくのが最高の喜びになっております。で、こちらも本当に映えないんですけれども、湯豆腐とかたらちりとかの後に余ったお汁にすごく抗酸化の物質が詰まっているので、そちらにお味噌を溶いて、お海苔だったりとか、カブの葉っぱとかをさらに足してお味噌汁にしたものに、こちら朝ね、あんまりこうタンパク源がないなと思ったので、これ落とし卵ですね。ちょっと白いのが見えているのはこの中にポトンと落とし卵をしました。で、やっぱり目玉焼きスクランブルエッグあるんですけれども、ゆで卵、一番酸化、透過しないです。なのでゆで卵が一番いいんですけど、結構もう別に作るのめんどくさいなっていう時は、こうやってお味噌汁にパンと落とし卵しちゃったら同じ原理になります。ゆで卵、焦げないので透過しないです。なのでこうやって食べて、しかもお味も美味しくなります。はい。で、こちらが、私が漬けた、もう最近は本当ぬか床って言ってもね、そこまでかき混ぜなくてもいいような、簡単なぬか床がたくさん安価で、売っておりますので、そういうものをかき集めまして、毎日漬けております。ぬか漬けでございます。きゅうりです。で、こちら一応無農薬米食べてるんですけれども、秋田小町、だいたい楽天で買ったりしてたんですけども、それよりもちょっとお得な、5キロ×、2つのアマゾンでも無農薬秋田小町見つけたので、今回はそちらを買いました。で、全体としてはこんな感じで、とてもね、40代にしては早いかなっていうようなお食事なんですけれども、私は今もこんなお食事、もう地味なほどいいかなっていう感じの、小鉢のようなね、今回は朝ごはんに、なりました。でもとっても満足しています。こちらは最後に私の、動画、時々ショート動画で流しています。これはコスプレでたまに、ミニスカートを披露しておりますが、いつもはもっとシックな美食女コーデしています。それでは。